ドラフト1位で行きたいっていう気持ちで強いんで。大学ナンバーワン左腕、西日本工業大学隅田知一郎投手。全12球団のスカウトが惚れ込む逸材のストレートの最速はなんと150キロ。今即戦力ピッチャーとして最も注目を浴びている一人なんです。しかしプロ野球解説者の池田さんが絶賛するのはそのストレートだけではないんです。球種が多いですよね。で、まっすぐチェンジアップ、もうここは基本的にはもう自信持って投げてるんで、カーブも非常に良かったですし。うわー、ナイス。そう、隅田投手最大の武器は最速150キロのストレートに加え、なんと6つの変化球を操ること。やっぱり自分の持ち味はこうまとまりがあって、かつベースの奥行きを使った変化球なんで、全球種がやっぱ決め球になるぐらいの精度を求めてやってるので、そこを見てもらいたいなって。上位指名が確実視される隅田投手の注目度は段違い。リーグ戦前の8月にはチーム内の紅白戦にもかかわらず、グラウンドにはなんと10球団が視察。ホークスのスカウト陣も舌を巻く逸材です。ホークス、まあ、ちょっと左がちょっと 手薄なんで、うちに、チャンスがあればね、ドラフトでチャンスがあれば来年活躍してもらいたいなと思ってます。和田タイプになってほしいですね。なんとスカウトの口から飛び出したのはポスト和田。さらに本人も目標とするピッチャーはやっぱりソフトバンクの和田投手。本当40歳で今やられてますけど、自分もですね、長いキャリアにできるように頑張りたいと思ってますし、まあ、いずれは日本代表する左ピッチャーになりたいと思うんで、和田投手のようなピッチャーになれたなと思ってます。そんなまとまりのあるピッチングが持ち味の隅田投手、さぞかしお部屋もまとまっていますよね。あ、洗濯物が。あ、あんま伝んでください。いや、これ洗濯物とかそのままなんで。さらにこんなものまで発見しちゃいましたよ。なんか学校に届くんですよ、なんか応援メッセージみたいな、サインくださいみたいな。何枚ぐらい？あ、もうきついと30人ぐらい。なんたる注目度。ちなみに私、吉川よりファンレターの数多いです。大学生なのに羨ましいです。期待も実力もドラ1レベル。周りへの感謝を忘れず、プロでの活躍を誓います。感謝に勝る能力なしです。意味は、高校の監督がからもらった言葉で、誰かに対する感謝の気持ちがあれば能力以上のものが出せるって言葉で。これは下には何を書いてるんですかね。カタカナで隅田をサインに。あ、カタカナだ、はい、これが、プロ野球選手になったらどんな風に変わっていくかというのも楽しみですね。はい、はい。人生を決めるドラフト会議まであと3日。大学生ナンバーワン左腕の肩書きを引っ提げて運命の日を待ちます。